こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。約1年前の2019年6月、千葉県の幕張市で MAST2019 が開催されました。MAST2019 は正式名称を MAST アジア2019と言い、海洋及び航空安全保障の環境変化の下で対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として防衛装備技術に関する展示フェア論文発表を行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことです。この会場内で、三菱重工業が展示した新型潜水艦のイメージは、日本だけでなく世界の人々の関心を集めるものでした。というのは、展示された新型潜水艦が、現在日本が開発中の、双流型に次ぐ、いわゆる3000トン級潜水艦であるという説や、その改良型であるという説、3000トン級の次の全く、新しい艦であるという説の3つが取り沙汰されていたからでした。ただし、3000トン級巨大潜水艦の形は、現行の最新型双流型が基本となっているので、その次のクラス、つまり3000トン級潜水艦の次級ではないかと考える向きが大勢となっているようです。この3000トン級潜水艦の次級とみなされる潜水艦は、今までの双流型と比較すると、船体が違っていて、より流線形を取り入れた形になっていると見受けられますが、どこまで現実に近いものなのかは未だ不明と言えるでしょう。三菱重工業が MAST2019 の会場で提示したものはあくまでも現時点でのイメージ図というべきものです。ということは、これからの技術発展や大きなパラダイム、模範となるべきものの見方や捉え方が変わってくれば、また違ったものになっていく可能性は高いと考えられますね。と言っても、まだまだイメージ図なので、果たしてどんな仕様、諸言になるのかは明確になっていません。そんな3000トン級潜水艦の次級艦ですが、現実的に考えるとディーゼルとリチウムイオン電池を併用するエンジン機関は継続して使用するだろうと思われます。そう、流型11番艦、欧流を皮切りに始まったディーゼルとリチウムイオン電池という組み合わせは、電力容量を飛躍的に向上させた。リチウムイオン蓄電池を実用化できたことによって、それ以前に使用していたスターリングエンジン、非待機依存推進機関が廃止ということになったのです。そう、流型潜水艦2隻、欧流、東流に続く3000トン級。潜水艦3隻の合計5隻に、ディーゼルとリチウムイオン電池併用のエンジンを搭載することになります。この5隻で、実際の運用に関わるノウハウを積むなる、リチウムイオン蓄電池とディーゼル機関方式。この方式にはさらに磨きがかかっていくことになるでしょう。余談ですが、ドイツは外国への輸出額も多いのですが、
リチウムイオン蓄電池の使用に熟達するだけでなく、通常動力型潜水艦であっても、燃料電池と非待機依存推進方式を採用しているので、こちらの方式の進化にも影響があるかもしれないと推測されます。非核三原則を国是としている日本は、現時点で原子力エネルギーを軍事的に利用することに関しては、政治的にも技術的にもハードルが高いと考えられています。しかし、この状況に変化が起こるかもしれないニュースがありました。アメリカの防衛産業の一翼を担うロッキード・マーチン社が小型核融合炉の実用化に向かって動いているという報道が2014年にあったのです。これは現在アメリカの原潜などで使用されている原子炉とは別物だそうです。あくまでも小型の核融合炉なので、厳密には原子力エネルギーという定義からは外れるのではないかとも思われますが、果たしてどうでしょうか。現時点では日本がこうした新方式を潜水艦に採用するのは非常に困難であるとは思いますが、今のペースで中国海軍が艦艇数を増やそうとするのなら、自衛のためにも潜水艦のスペックを上げることを検討する意義はあると思われます。量より質を選んだというわけですね。さて、日本の潜水艦の排水量について説明します。現在の双流型鸥流の排水量は、基準2950トン、水中4200トンで、現時点での世界の通常動力型潜水艦の中でも最大規模ということです。現在、建造中の3000トン級潜水艦では、基準3000トン、水中4500トンにまで大きくなります。水中排水量がはっきりと増加しているという傾向が簡単に読み取れると思います。ついでに、このデータによって3000トン級潜水艦次級の使用を推定しますと、基準が3000トン以上、水中では約5000トンまで排水量が拡大するのではないかと考えられるのです。つまり、どっちにしても、今の現状を上回る艦用艦の形、フォルムが予想されます。要は、現在の潜水艦より、ずっと、でかい潜水艦ができると、いうことになりますね。大きくなるだろう非凡の3000トン級潜水艦ですが、他の国のものと、比べてみますと、現在難航しているオーストラリア海軍のアタック級潜水艦、韓国が建造中のドイツの潜水艦を土台にして拡大したトサンアンチャンホ級潜水艦と並んで、通常動力型潜水艦の最大の座を争うことになるでしょう。余談ですが、韓国は原潜建造に意欲を見せており、トサンアンチャンホ級潜水艦のバッチ3と呼称される3フェーズの潜水艦を原子力推進型に変更するという可能性も指摘されているそうです。なぜ、韓国が原潜を作ろうとしているのでしょう。半島国家として最大の脅威となっているのは、同じ民族であるはずの北朝鮮だと思われます。しかと、北朝鮮を目標とした場合、
不必要と思われる原子力推進型潜水艦を韓国がどうして建造したいのか、理解に苦しむという声が日本国内にあります。となるとやはり不本意で不快ではありますが、韓国は日本への攻撃力を維持したいと考えていると推測せざるを得ないのです。現在海自の最新型潜水艦双竜型桜竜や桃竜は世界的に見ても非常に高い静粛性を実現しているとされますが、今後もこの分野は進化していくことと思われます。潜水艦にとっての最優先事項ともいえる敵のソナーに探知されないための海中でのステルス性の向上は、今までの待ち伏せ型の戦術だけではなく、もっと広い海域内での作戦行動を可能にし、最近いろいろと火種となっている中国海軍の活動をより困難にしていくためには、必須条件ではないかと考えられます。